皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月24日15時40分なんですけども、10月、22日、ZOZO、なんとかというゴルフの、あちらはメジャー大会になるんですかね、まあ、松山英樹選手や石川遼選手が出ていましたけども、まあ前日かその前の日に、まあ、石川遼確か前日だったと思いますね、猛チャージということで、まあ、17位ぐらい、まあ、17位ぐらいからだったと思うんですけども、まあ、最終日終わって最後まで上がってきてますけども、日曜日、琵琶湖を撮影しに行って、まあ、朝の5時に起きて、まあ、早朝に家出て、で、まあ、大阪府、まあ、兵庫県から出発して大阪府、京都府、まあ、滋賀県というような形で、まあ、9時台ぐらいに、滋賀県の方の琵琶湖のところから撮影始めて、で瀬田川という川を撮影しながら、まあ、その川がその先でダムになってるんですよ。で、琵琶湖って標高が、まあ、満水で85メートル。まあ、通常で、この間撮影行った時に、夏場越えても、水位がまあ80メートルぐらいあったと、まあ、いうところなんで、琵琶湖を利用しての、地下水トンネル発電。これは、絶対できると。いうことが、分かりました。これでエネルギー残存量問題に関して一つの光明が見えたと。で、まあ、そこから、まあ、30キロほど歩いて、その、天の瀬川かな、天ヶ瀬川かな、そういう名前の、名称の、まあ、ダムがあって、まあ、途中で、山を撮影しながら倒木がいっぱいあると、これを利用してかまど発電も、冬場を行ったら良いと、まあ、こういうふうなことを、言いながら、撮影していました。で、これはゴルフで言うと、これは石川遼選手へメッセージなんですけども、まあ、彼は、まあ、5歳ぐらいの頃に神戸市立ホテルフルスラーパークに来てるんですよ。で、僕と会って、で、まあ、その場で僕は確かバラの間で抱っこしてたと思うんですね。で、彼が、まあ、石川遼選手が、賞金を、日本人として獲得した時に、日本国内の、読売ゴルフクラブ、見に行ってたんですよ。で、自宅から歩いて読売ゴルフクラブまで行ってたんですよ。で、その、まあ、歩いていれば、その、結果が出ると。まあ、これはもともとホテルマンでの仕事が、その、元なのか、それとも、その、河川水門開閉式ダム発電とか撮影しに行くからなのかもしれませんし、まあ、その辺のところは、僕は二十歳ぐらいにフルーツラーパークで組まれたルールなんですよ。で、それで、まあ、夕方15時半ぐらい、それぐらいに、まあ、宇治川の京都府の、まあ、もう少し、先行くと、桂川に合流すると、まあ、その一歩手前ぐらいのところで、まあ、昼食を食べたと。で、それまでの撮影で、まあ、かなりの収穫があって、まあ、そこから電車に乗って、で、宝塚駅まで行って、もうその時点でもう夜になってるんですけども、今度宝塚駅から、まあ、向こう側の、下流の方の、撮影に行っていました。だからまあ、その歩きながら、ちょっとその石川遼選手の、まあ、まあ、石川遼君の、ゴルフの結果について、まあ、多少意識しながら、まあ、歩いていましたね。まあ、頭なんか貸しながらでもいいかと。思いながら、まあ、それで、打数、その両方の、組み合わせだとは思うんですけどね、まあ、それでだいぶ順位、上げて最終的に3位に入れたと思うんですよ。で、
まあ、その方法で優勝しようと思ったら、多分、4日間とも、その石川遼選手が試合をしているその時間帯ずっと歩いていれば、まず、まあ、優勝は間違いないとは思うんです。まあ、3位まで入ってきたところを考えると、まあ多分そうだと思うんですよ。まあその分、松山英樹選手の成績が、まあややダウンしてると。まあこういうふうな形なんですよ。まあ、まあその辺のところでゴルフ業界の方たちにあのホームページ淡井圭介の履歴をあの特にまずこの動画の説明のところを読んでもらったら分かると思うんですけども、36番そちらにエネルギーの残存量問題に関して石油とかガスとか石炭ウラン鉱の残りの採掘残存量などが掲載されています。で2011年と比較して2022年かな、そのデータで比較すると先進諸国の主要国、まあ10カ国ほどなんですけども、そういった国は、自然再生可能エネルギーを全電力の 10% ほど伸ばしてきてるんですね。それでもあの石油の採掘可能な年数を3年伸ばせただけなんですよ。でもちろんこれから先も自然再生可能エネルギーの普及もしていかなきゃならないし、水力発電、まあ要するに私の河川水門開閉式ダム発電や、地下水流トンネル発電、かまど発電、マグマ発電、こういったところのあたりをしっかりと進めていかなければならない。で、まあ、今のところその河川の撮影をさまざまな地点を、まあ、向こう側とか加古川だとか、その琵琶湖から、大阪の方へ水を供給しているその瀬田川から宇治川、そういったところを撮影して、まあ、だいぶ、明るい兆しは見えてきたというところですね。まあ、そういった内容を皆さんに伝えていただいて、まあ、皆さんチャンネル登録をしたい、していただいて、で、着信設定をしておいてほしいんですよ。で、そうすれば僕は YouTube にアップロードしたときに、それを知ることができると。で、基本的にホームページ淡井圭介の履歴の1番、そちらの方に日々、YouTube アップロードした内容などを、まあそこから、タッチもしくはクリックしてもらって、閲覧することができます。で、その辺のところで様々な状況を、理解してもらえたらなと思います。で、まあ、スポーツの勝ち負けでも、まあ、いろんな部分があるんでね、YouTube のその再生回数が、過去365日を遡って、3000時間もしくは4000時間を突破して、登録者数が、500人もしくは1000人を突破したら、生ライブの、放送ができるみたいです。まあ、パートナーシップとかいろいろ、そういったところ、と提携してなのかもしれませんけども、まあそれぐらいがあのパートナーシップをまず結ぶあの条件、クリアしなきゃならない条件なんですよね。だからまあできるだけ皆さん閲覧していただきたいなっていう部分があるのと、その生ライブをした時に皆さんの方でね、チャット、文字を入力して僕と質疑応答ができるんでね、まあその辺のところ、まあそのゴルフ業界の方だけじゃなくて、まあプロ野球界とかサッカー界とか、まあバレーボールとか、まあいろんな種目あるじゃないですか。で、そういった人たちも、その場でいろいろと意見交換したら、いいんじゃないかなっていうのが、まあ僕の一つの案で、まあこれは経済界の方たちにも、まあ別の方向で、経済界の話だとか、エネルギーの残存量問題の話だとか、まあいろんな方たちとその質疑応答、それもゲーム業界も同じだし、アニメ業界とか漫画業界も深く私と昔から関わってますから、ワンピースなんかももろに私が1997年8年フルーツラパークで勤務した頃に、もうこれから先ワンピースで世界ナンバーワン目指すと。まあそういうふうな形で始まった企画でもあるんですよ。まあ
まあ、あんまりたくさん今言ってもあれだと思いますんで、まあ、皆さんで、できるだけ閲覧していただきたいなと思います。で、いまだに僕はね、その、表示されてるあの賞金額って本当かなってやっぱり思うんですよ。本当にテレビってフェイクニュース多いでしょう。戦争のニュースとか、もう最近なんかあれですよ、イスラエルとパレスチナでなんかね、ロケットランチャーを4000発撃ったとか、あの第四次中東戦争ぐらいの頃だから僕は生まれてくる前の話ですよ。で、アッバス議長に関しては、まあ、その後議長とかになられた方なんですけど、パレスチナが自治区として、国連の複数の国がパレスチナは国だという認めをいくつかの国が行ったと。で、そこへ誕生された議長なんですね。で、アッバス議長は今年でも87歳か88歳なんですよ。だからもうこの世に本当にいるかどうかわからない。で、そういった内容は平気でウィキペディアでね、掲載されている世の中なので、その獲得賞金額とかみんな本当のことを教えてほしいなっていうのは、ゴルフだけじゃなくて競馬界も。正直競馬界も数字がどんどん上がっていって、僕が、20歳ぐらいの頃、天皇賞で1億2000万円ぐらいだったと思うんです。2億はなかったと思うんですよ。で、気がついたらいつの間にか天皇賞は2億ぐらいになっていて、ジャパンカップも2億何千万ぐらいに今なってたと思うんですよ。で、海外の、サウジカップっていうサウジアラビアで開催されている競馬のレースで1着の、馬の獲得賞金が10億円。まあ、一応分け前として分配されるのは大体7割ぐらいが馬主さんなんですよ。で、あと騎手や調教師の人たち、に、何パーセントか入ってくると。まあ、これぐらいの数字だったと思います。だからね、あんまり金額が大きすぎると、本当かなってやっぱり思うんですよ。まあ、一応馬を、厩舎に預けるっていうことは、一月何十万もかかるんですよ。30万かな、40万かな、50万か、まあ、それぐらいかかるんですよ。で、まあ、輸送費云々とかもあるでしょうし、それは厩舎に預けていて、厩舎の方で面倒見てくれるのかどうか、ちょっと僕の方ではわからないんですけども、だから各競馬場とかでレースに出て、まあ、もちろん全部が全部勝てるわけじゃないじゃないですか。たまに、G1 何勝もする馬って現れますけども、そういう馬は稀な馬で、ほとんどの馬はグレード3、グレード2、グレード1とか、そのグレード3のところすら、手が届かない半数以上の馬は。それが現実なので、まあそういうものなのかなとも思ったりもしますし、ちょっとその辺のところでね、本当のことを皆さん教えていただけたらなとも思います。まあ以上です。チャンネル登録と、身の回りの皆さんにゴルフ業界も、ホームページ YKSKの履歴を見たり、その YouTube でアップロードしている内容、着信通知、設定してもらって、もし着信通知の設定の仕方わからなかったら、身の回りの人に聞いてもらったり、販売店のところで聞いてもらったりしたら、わかりますんで、まあ、できるだけ、閲覧していただきたいなと。まあ、原価格とか為替相場も私からの一言でだいぶ動いたりしますんでね。その辺のところは、ホームページ YKSKの日記の20番台のところは、大体そのあたりが経済関係のところです。まあ、その辺のところも読んだりしたら、世の中のことよくわかりますよ。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。